さて。 今日のアフターテラちゃんは京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて、えー、岸田増税とも言われる岸田総理による増税プラン、うん、国民のお金のこの搾取計画が着々と進んでいるなんていう,いうこういう言い方もされています、うんうん、藤井さんもですねウェブマガジンのデイリー新庁に記事をお書きですが、うんうん、岸田内閣財政支出十九兆円というこの総合経済対策これ決定した これは岸田総理の言う皆さんの生活を守ることなど全くできないようなものとこれひどいもんですよ、えー、だから僕らねあの、いろいろ経済コメントしてるような人が、公表されたからみんなで見たんですけど。 あかんやん、これ。全然あかんやん、これ。じゃあ何があかんかってね、もうそもそも、なんか4.5万円、あの、このやつ費とかが安くなりますよ、みたいな振り込みですけど、4.5万円下げようと思うんだったら、だいたいこれ2兆円とか2兆5千億ぐらいでできるんですよ。はい。そういうの、これにね、えっと、6兆円かけるって、もう意味がわからないですよ。なんで6兆円かけて4.5万円しか下がらへんのはい、はい。だからね、うん、ものすごくね、 なんかいろんなところに中間搾取されてるということですよね、えーうん。これ全部配ったら11万円になるんですよ。あ、なるんですね、計算できるね11万円下げれるのに、たった4.5万円しか下がると、もう意味が分からないですよね。はいえー、で、39兆円全部をね、各世帯にこれ配るんだとしたらね、はい、70万円の支援が可能なんですよ。はい。各世帯。ええー。それしたらいいんですよ。おう、39兆全部ね。お<ー>えー はい、ものすあるいはね消費税0%にできるんですよ十九兆セン 0%15 か月ぐらいできます, 1> あできますか1年以上できますねやればいいですねそ,ううですそれはねそれが結果的に4.5万円。 そうってことというこですねですちょっと何をやってなしかもです、ね、岸田総理が口にしているこの6兆円分の家計支援額というのが、えー、新たな予算ということではなく2021年度の予算が未執行のものを使うだけ、うん、うということだったらしいです、ね、そうなんですよ、だから21年度は30兆円が予算未執行で。うんはい で六点三兆円が未執行の中でも六点三兆円が扶養処理になってるんですよ。ええ、あ処理いらない。いりません。はい、も国庫に返します。もういらないと。はい、こうしたら国の方は、ええ、あじゃあこれつこうだろ。 はいって言って、だから何の文字出してもし、だから、っていうか、六点三兆円だから、3000億だけもうどこあじゃあ、そうですね。そうだろうな、みたいな。ちょっとこれ俺の小遣いちょっと、あの、セブ物体買ってこなあかんからいや、セ生物体。ショット、あ、それワンカードぐらい買ってこなあかんからショットオーブちょっと。三千0 0万、3 0ええ。いや、だからそんな話なんですよ。だから、別に、こう、一生懸命頑張ってお金出すっていう話を言うの、余ったのかじゃあ。 使ったらじゃっていうことなんですね。ええそうですか。なんかをハワして隣のやつにやってるみたいなもん。なるほどそうです。何何の持ち出しもないものだもんそのままハワす言ってね。でも放送室の人に何々んやって考れちゃったりして、あやみたいな。そうですよほなんだよこれみたいなのがもうバレちゃってるということなんです。ね笑顔するないうことなんですよ。ああそうですね。はい。でまあそんな中ですね岸田総理は 一時的な家計支援策と並行して高級的な増税国民負担増を拡作しているとも言いますその岸田総理による国民負担増のこの計画の代表的なものが年金改革だと言いまして、まあ、すでに60歳までだった年金の納付期間が65歳まで引き上げられる案これが検討されていて平均で100万ものこの負担増が見込まれていると100万円ですよ100万 ですか100万ですよ、えー、4.5万円1回だけ削っといて、あと1万円出せ、ねはいこれ、国民1人当たり100万ですからね、さっきは1世帯当たり4.5万ですはい。これ、<laughs> これ 1>, 1人100万 <laughs> いやいや、高い4.5万円ですよね、ね、4.5万円もうで100万円。

4.5円もうて500万払う、高いから4.5万円ですよ五500万払うのは4.5万円もらわれへんみたいな、えー、どうない、<laughs> お金とお金で交換するって、えー、う松本人志みたいなってしい,やいや <laughs> うもそうですね <laughs>、えーまあ、これあの現在、ですね国民年金40年加入して満額受給だと年80万円もらえることになるわけなんですがこれはあと5年長く加入するだけで年10万円年金が増えますよというみたいにこう政府は説明してます一見5年で10万円増えるんだなんとなく得した感じに思えるかもしれないんですが結局は支払う保険料がおよそ20万円 かける五年ですから百万円増えるということなんですね。そうなんですよ。はあ<ー>、してくれてんねんじゃん。ですね。なんかね、あの僕はわかりやすいのが増税の話ばっかりしてますけどね。はい、こういうなんか年金だとかね、うん、社会保険料だとかってめちゃくちゃ負担増えてるんです、うん。はいうん、だからそういうのを全部ね減らしてくれなあかん,ん。そうですね。全部それ上げてはるんですよ。ね、えー ひどい人らですよこっちでも増やすこっちでも負担させるみたいなものですもんね。まあこれ100万円の負担増となる、うん、ということなんですけれども、うん、何かこう負担増とは思わせないような言い方で自然にこの年金の負担を増やしていこうっていうのはまあこれ正直言葉悪いですけども。 詐欺みたいなもんですね詐欺さんですか。詐欺さんですか詐欺さんですよね作種詐欺作種詐欺ですねだって言葉はなんかいいこと言って明るいなって感じはするんですけども、ね、実際にやることはであれっ 減るなって感じですもんね,んね負担が多いなってことですね、うん、正確にいえば。そしてあの65歳というこの年金受給開始年齢も引き上げられて、75歳受給開始となる可能性もあると、政府は年をとっても働き続ける社会の到来、<ー>これを目指しているので、<laughs> うん、今後、定年を70にして、75歳から年金受給開始を目指すとも言われています。す、ま、で、あ、に公務員の定年65歳へと 段階的に引き上げることも実施しています,す、ねうん、あと定年70歳年金受給開始も75歳というプランこれを頭に入れているという意見もあるようなんですが、うん、いやこれは70超えて働きたいという方ももちろんいらっしゃって、うん、それは結構なことだと思うんですがそうじゃない人もいますからね。そうですよだからも こともあるんですけど、すにかけてるのに働かさせるのか、はい、俺に、はい、みたいな。えー、あはじゃあもう、無理なんじゃ、と。働けと言うのか、みたいな。はい、そういうおじいちゃん、おばあちゃんがいても不思議じゃないですよね。 あと今でも年齢差がありますけれども先にもらった人はやはり年金額は減るしていう何かそこでもなるべく働いた人の方が年金額は多いということなんですけどもねこのあたりを考えるとやっぱりじゃ働くしかないかというような思いにもちろん年金制度っていうのは若年世代が今年の若年世代が今年の高齢者を に給付するっていうのが年金制度なので、はいえー、人口分布が変わってきた年齢は当然ね引き上げていかないといけないっていうのはまああるんですけれど、えー、いや景気対策しとるんやろとはいなんで今やねお前、えー、経験景気が弱かったらね、えー、いやそれはそういう制度にしていけばいいですけども事、はい、実質上の増税をするわけじゃないですか,、はいまあ、か今増税したあかんタイミングなわけですから、えー それは、ね、やるタイミングとしてはもう最低ですねさらに今回の年金改革で来年2024年10月からは厚生年金の適用が51人以上の企業に拡大されることになりました岸田総理、この51人以上という条件も撤廃して今後、会社の規模に関係なく週20時間以上働くパートに対して厚生年金の適用を拡大するという案を考えているといいます。 まあその案が採用されると新たに保険料を払う人必要が出てくる人が125万人増えると言われておりましてまあさらに岸田総理は現在の賃金が月額8万8000円以上という要件も撤廃する案も持ち合わせているということですからまあそうなると被保険者今後325万人増えると。 いうことなんですねいや,ーいいやーだから、うん、これそこまでして岸田総理は国民からお金を吸い上げようと考えていると。うん、だから51人以下は年金は、これはだから、はい、そこで働く人は払わなくてよかったわけですよね、ええええはい、これまではだからそれは 措置としてそうしてたわけですよね。だからこれ撤廃するっていうのはその措置が不要であることを証明する必要がありますよね。中小の人たちは年金厚生年金の支払いはやめましょうっていうことになってたわけでうんそれなんかの措置ですよね中小企業に対するパートの人に対する措置ですよね。と理由が欲しいですね。お金吸い上げて儲けたいだけかお前っていやそこまでしてやらないともう持ちませんとかいうことなんですかね そういうことですね。そういうことですね。うん。いや、でも、国策ってええのよああ、そうです。 ていうか、お前のものやんけ、日本銀行券、子会社やけ、日本銀行。何してくれてんねお前って。貨幣感が間違えてるかこうなるって、まあまあ、で他にも藤井さんが指摘する岸田総理の国民のお金の搾取大作戦、大作戦になっちゃってるんですね、これね。消費税のインボイス制度の導入、第三のビールの酒税の引き上げ、森林環境税の創設、自動車走行距離課税、この導入、相続税増税 税、退職金課税の増税、ああうん、そして消費税の15%への引き上げ、うん、まあ次から次にこれ、ね、国民からお金が。こんなやつ見たれはなんでこうなってるかっていうと、えー、財務省が暴走してるからなんじゃないかっていうのを僕は週刊新潮に書いたんですけどね、えーえー、やっぱり普通は、これ、財務省はほっといたらこう支払うんですよ、だってまあ彼らの仕事だから、増税する仕事の人たちですからね。はいはい いやあかんのですけど、うん、まあまあ、そう、それがええと思ってはるんですよ。はい、だからそれをこう、ちゃんとこう、あかんぞって言ってこう、えー、監視しとかなあかんのですけども、もう、はい、なんかもう、なんにも見てないので、岸田さん。うん、はい。 あじゃあこれもいいかなあれもいいかなみたいな消税のためにみたいな感じですね。いやそそううみたいいな <laughs> そうですか <laughs>、はい、いやだけどこれ岸田総理ね防衛費増額のための増税について国民に丁寧に説明するとは言ってますけれども、うん、<laughs> 財政再建、まあ、これがそれほど大事だったら、まあ、そんな国民への説明の仕方も考えるよりもですねもう増税しないで財政よくする方法。 これを考えると。お茶とおり、べきだと。お茶のとおり、消費税減税してください。そうですね。したら、長期的に財政が改善します。はい。これね、あの、1分だけでね、言うとね、経済がいいと、民間が借金をするようになるんです。はい。で、日本経済って、民間と政府しかいないから、民間が借金するようになって、赤字になった政府は黒字になるんです。はい。政府黒字イコール、 これは財政再建なんです。えーはい、すなわち、経済が良くなって成長していくと、必然的に政府は黒字化していくんです。はい、一方で経済がずっと悪ければ民間は借金しないですから、赤字がどんどん減っていくんです。黒字化していくんです。儲けたお金で内部利用するんです。えー、そしたら必然的に政府は赤字になる。ます。はい だから経済良くしましょう。ええ、簡単な話ですね。これね、消費税減税したら、プラスになりますよ。はい。ええ、もう理屈上決まってるんです。うん。こうこう、コップの、コップが入ってる水をこう、バン。は倒したら、水ビャー巻かれるじゃないですか。はい。それぐらい当たり前です。そうですか。それぐらいですよ。ね。はい。ええ、以上ユーチューブファアフターテラちゃんでした。藤井さん、ありがとう。ありがとうございました。